はい。皆さん、こんにちは。今日はミュージシャンの大方の方の悩みである YouTube にミュージックビデオなんかをアップしてもなかなか伸びない一桁二桁という方もたくさんおられます。自分だけなのかななぜうまくいかないのかなそんなことを思う必要はありません。多分、9割以上の人がそういうことを悩んでると思います。 今日お話しする Google トレンドの話をする前に2つぐらいどうしてもミュージシャンがやらないといけないことがあるんですミュージシャンは曲を作ろうと思った時に今自分がどんな曲を作ったらいいかなそんなふうに考えて曲を作りますもちろん自分の好きなテーマで作るわけですね でも世の中のの中人はそれが欲しいと思ってるか、全く別の話です。やはり YouTube をするのには「たくさん見てもらおうとしたら」ということが大前提となりますいや見てくれなくていいんですよという人は今日はもうこの話は聞く必要がありません 皆さんも YouTube に出すということは誰かに見てもらいたいそんな思いでミュージックビデオを作っていると思うんですけれどもなかなか成果が上がらないというのが実情ですいやこれ人の話じゃなくって僕ももう YouTube をやりだして15年ぐらいなると思うんですよね最初の10年どころか1 2 3年はですね全く伸びなかったです コロナになってライブに毎週ですね、ミュージシャンの卵の人とかを連れて行ってたのにですね、ライブハウスで歌うということがなかなか難しい時期になった今から3、4年前の話ですね。その時にこれは僕のように音楽だけで食べていってる人間にとってはですね、これからどうするんだろうというふうに思ってですね、じゃあもう ライブというのはキリをつけようということで YouTube に没頭してですねいろいろ勉強したわけですそれまでの10年ちょっとというのはよりいい音楽を作るためそれだけに没頭してですねやっていたんですそして歌も何度も撮り直したりして発信していたんですが実は全然伸びなかったですまあ200ぐらい2ヶ月で 伸びたら一番いいぐらい、それぐらいの状況だったんですが、よし !YouTube をやろうと思ってですね、やりかけたら、半年ぐらいの間で、ようやく300人というところから、YouTube の一つの規定である、チャンネル登録者1000人、それからしばらくしてですね、4000時間というのに、ようやくたどり着いたわけです。そこで、先ほども、 話しかけたようにですね、YouTube 指南の動画なんかを勉強しているとですね、自分がいい音楽を作ろうと思っても、それはダメだということに気がついたんですね。自分がじゃなくて、人はどう求めているか、そこに注目をしたこと、そしてまあ僕の場合は音楽ビデオというよりも解説動画の方に行ったわけです。 まあその今日は解説動画のことはちょっと置いておきましょう今ミュージックビデオを作るとき先ほども言いましたように1個目は自分の好きな音楽それにこだわっていたらなかなか思うように伸びないということですこれは悔しいし自分にはそんなことができないと思う方もおられますが伸ばすということに対しては間違いなのかもしれません その作るという時に今日の本題である同じ作るんならトレンドというのを見ないといけないそれも自分の好きな中でどうするかというような解決策もお話ししたいと思いますそうでないとですね僕がトレンドだけを追えとかいうようなことを言ってもですねやはり皆さん自分のアイデンティティというのもありますし自分が やりたいこともあるでしょうからそればっかり言ってしまってもですねもう身も蓋もないというやつになってしまいますので今日は完全解決ではないですけれどもそういうこともお話ししていきたいと思いますそこで話は本題に戻しますけれども皆さんは Google トレンドというこのソフト無料で使えることを知っていますかこの Google トレンドは 一番わかりやすい調べ方というのがありましてここにですねキーワードを入れようとした時に「または急上昇のトレンドをチェック」というのがありますからこれを押すとですね何の苦労もせずですね24時間以内の最新トレンドがこのようにリストアップされるわけですねここで時間も変えれるわけですいわゆる 一週間で見ることもできるわけですそうしましたら今ちょっと炎上してますフワちゃんが第2位に上がってきていますよねこんな風にしてどんな曲を作ったりどんなことをテーマにすればいいのかというのがわかります別にフワちゃんの炎上を拾い上げてする必要はありませんでも炎上しちゃったとかいうような面白いコミックソングを作る というようなこともできるわけですそこで次の話なんですけれどもまたホームに戻りますここで検索するときに例えば今は夏です夏ですから夏の曲を作りたいと思ったときにここで夏というふうに入れますそして調べるというふうにしますそうしますと 過去1日でなりますが、これではですね、何のこともわかりませんので、まあ30日ぐらいで見てみましょう。毎日毎日暑くなってきていますが、暑くなっているかなってないかにかかわらずですね、30日というのはもう前から暑かったですから、平均してグラフが表示されています。これを例えば、 90日ぐらいで見てみましょう。うなぎのぼりに5月ぐらいからどん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 上がってきていますよねですからやはり夏とといいううテーマで検索するということは増えてくるわけです。ここで皆さん夏の曲を作る時にですね日本語の歌を作る英語の歌を作るは別としまして「サマーなんとか」というような曲名を作ったりもしくは「 YouTube のタイトル欄にキーワードとしてですね、入れたりする場合があると思うんですけれども、ここで比較というのを押しまして、サマーと英語で書きます。そして検索をします。はい。どうでしょう。サマーは下の赤いのです。もう全く伸びてませんよね。左に棒グラフもありますけれども、もう比較にならないほど、 夏だからと思ってサマーと打ってですね検索するということはほぼほぼないということになりますそしてここにウェブ検索というふうになっていますよねこれ Google の検索での結果だと思ってくださいこれがですね YouTube 検索いわゆる YouTube の窓で検索する時の結果というのは これを選ぶと出てくるようになります。まあこれもですね、ほとんどトレンドのグラフというのは変わりませんよね。ですから日本で発表するということであれば歌詞に英語混じりのフレーズがあるとかないとかまあそういうことは関わらずですね、タイトルというのには夏のなんとかとかいうような歌の方が検索に引っかかるのがぐーん とと違うといういことですこれ見ておいてくださいねそしてまだ比較してみましょうまあひらがなで夏というふうに打つかもしれませんねこれでやってみましょう黄色ですがこれもほとんど赤と同じですですからやはり漢字の「夏」これがキーワードとしては重要だということになりますご理解いただけましたでしょうか そして今夏だから夏の話をしていますけれどもよくわかるのに季節行事というのがあるじゃないですか例えばクリスマスこれで検索をしてみましょう調べます今時期的には全くクリスマスではないですけれどもこんな感じでいくらかは検索している人もいるけれどもこの右の方ではゼロというようなことも あるわけです今度はこれを1日じゃなくって何年間か見てみましょう過去5年間間このよように等間隔で伸びてきてきいますよね当たり前の話ですけれどもバーッとクリスマス前から上がりだしてですねそして多分25日ぐらいになったらですねスコーンとほぼ0になるというような検索結果になるんですね。 そして2023年のクリスマスの時ですね、全体のトレンドを見てるとですね、2年前、3年前、4年前よりもクリスマスを検索する人が少なくなっています。それも約25%ぐらい少なくなっている。こういうようなことがあるんです。でもこれはですね、桜でも同じようだと思いますが、こうやって皆さんが注目する 検索というのはですね、時期によったり、その時々のトレンドによってはっきり傾向が出てるわけです。ですから夏にクリスマスの曲を作ったところで聞いてもらえるはずがないわけです。ですからクリスマス前徐々にですね、そういうソングを作るということが大事になるんですけれども、まあクリスマスの時なら皆さんそういうトレンドというのは、 少しは追うことがあると思うんですけれども僕の知る限りトレンドというのは追っていない人がほとんどですですから伸びるはずがありませんもう少しよく考えないとですねせっかくの時間を作って曲も動画も作って発表しているのに成果が出ないそれをちょっと時期をずらすだけそれだけでも良くなったり すするわけですからこういう Google トレンドという無料ツールで調べてから曲を作るというのも大事だということですそして今度はもう少し高度な話をしますまあこれも夏ですから「夏の浜辺」というのを調べますこういういい言葉で探している人 というのは少ないということです過去1日ですけどもこれを30日というふうにしますちょっとは増えてきましたそうしましてここで比較としまして夏のサーフィンというふうに打ってみましょうはいそうしましたらですね一時にサーフィンがバーンと100%に上がってですねそれからすれば 夏の浜辺というようなものは、ほとんど検索されていない、というようなことになるわけです。これは比率の問題です。このように自分が作ろうと思っている曲のタイトルとか、そして曲のタイトルは夏の浜辺にしたいのなら、それはしょうがないですけれども、でもその関連、 というようなことでサーフィンというような言葉をタイトル欄に書いたらどうなのか夏の浜辺という曲でサーフィンを見ていたあの頃というようなサブタイトルというかそういうのをつけたらですね検索が多くなりやすいというようなこともできるわけですここでサーフィンだけ打ってみましょうそうしましたらサーフィンが 今度は一気に100%に上がってですね赤とかがもう沈んだようになりますいわゆる夏のサーフィンなんていうような名前で検索をするんではないということですサーフィンはサーフィン単体で検索されることの方が多いというそういう事実がここでわかりますよねこれを YouTube にも切り替えてみましょう それででも同じじような感じですで。YouTube の方がサーフィンというのが長い期間検索されるというのが先ほどのウェブ検索のグラフと比べた時にある一定はサーフィンという言葉はいつも検索されているということになるわけです。こののよううにして、自分が作る曲というのを、 Google トレンドという無料のツールでこんなに簡単に検索ができるわけですから同じ作るんであればですね時期に合ったものトレンドって言ったらなんかそのテーマだけを思うでしょうけれどもトレンドの中にはこういう時期というのもありますので自分が作りたいというような希望があったとしてもですねそれで作るのは しょうがないにしてもですね YouTube の検索で大事なのはタイトルですよくタイトルに曲名そして自分の名前とかを書いている人がたくさんおられますけれども自分の名前なんてせっかくのあの100文字入る中にですね入れたところであなたのことを知っている人は誰もいないわけです 自分の友達だけです。チャンネル登録が100人ぐらいの人でしたら100人いてるだけですのでそんなところに名前を入れたりするのはもったいなくてしょうがありません。そして検索に引っかかるという意味では僕は概要欄の説明ここを YouTube は見るんではないかなと僕の経験上思っています。ハッシュタグやタググやよりも そちらの方が優先的に感じています概要欄にほとんど書かないでハッシュタグを3つぐらいちょこちょこっと書いている人もたくさん見受けますけれども自分はこの曲をどんな思いで作ったとかどんなソフトを使って作ったのかとか書いていればですね例えば DAW ソフトのスタジオ1というので検索をしたらですね概要欄にそういうことが書いてあったら ヒットする確率も少しは上がるということになります。この見てもらうというのは確率の問題です。曲がいいか悪いかはチャンネル登録してくれたそういう人にはあ今回の曲いいなとかいうコメントを入れてくれたりする方もいますけれども初めて見てくれる人には曲がいいかなんていうのは二の次です。サムネイルに 惹かれてタイトルで検索されてそして見てくれるか見てくれないかが決まるわけですのでその重要なことというのを忘れたら僕の10年間みたいになるということを肝に銘じてですね皆さんもトレンドということをうまく考えてこういう便利なソフトを使ってみてくださいそれでは今日も ご視聴ありがとうございました。まったねー。